はい、皆さんこんにちは、アトダンです。今日はちょっといつもの動画と違った感じでお届けしてみたいと思うんですけど、まず皆さんお気づきの通り、はい、左腕今つってるんですけど、何があったかっていうと、今僕カナダのウィスラーっていうところに今ワーキングホリデーのビザを使っているんですけど、こっちの5月31日に、スケートボードをしてて、で転倒した時にそんなにすごい追い方じゃなかったんですけど、結果として左肘の、脱臼と頭骨っていう太い骨の骨折をしてしまって、で次の日の朝バンクーバーで手術をして、今に至るというわけで、たくさんの方にご心配をおかけしました。そして怪我した時に、インスタグラムのストーリー上にこう怪我した時の様子をアップさせてもらってたんですけど、たくさんのメッセージをいただきまして、手術前の時にすごく勇気づけられました。本当にメッセージをくださった皆さん、ありがとうございます。ちなみに今日は術後3週間なんですけど、もうギブスも3日前に外れて、朝行ってきたリハビリのとこではもうこう動きは8割くらい戻ってきてるっていう風に言ってもらえたんで、僕もすごく安心してます。まあ、復帰までもう3週間か、長くて5週間ぐらい、まあ折り返し地点ぐらいですね。焦らずにゆっくり直していきたいと思います。そして今日はちょっと皆さんに重大発表、重大発表っていうかこうお伝えしたいことがありまして、何かっていうと、YouTuber 宣言をしたいと思います。で、なんでかっていうと、僕実は YouTuber っていう言葉がある前にちょっと走りだと思ってて、高校生の時もここカナダウィスラーにいたんですけど、その時はまだライダーでもなくてスポンサーもなくて、でも日本のシーンに自分の活動を伝えるには動画のアップロードしかその時なくて、で初めて YouTube に動画をアップしたのが7年前ですね。今パソコン見てるんですけど、7年前9月17日に公開したとか、懐かしいですね。でその時はこうスノーボード情報サイトとかにも上げてもらって、ですごい日本に帰ってきた時は、あ、知ってる、あの YouTube の子でしょっていう風に言ってもらえて嬉しかったんですけど、で時は流れて今も YouTuber って言葉がもう一般的にも浸透して、でスノーボーダーの中にもこう YouTuber やってる人たちもすごいいっぱいいるんですけど、でいざ自分のチャンネル登録者数を見てみた時に、6月20日現在で367人しかって言った人なんですけど、今ねずっとフォローしてきてくださってる方が今367人っていうことで、7年間もやってきてこんぐらいの人にしか伝えれてなかったっていうのがちょっとまあ正直悔しかったのと、最近始めた子たちが1000人超え、目標を1000人とかにして1000人超えしましたっていうアップを最近見て、マジかよって思うとこもあって、まあ、せっかくこうやって怪我してしまったけど、まあこういうのずっとやってみたいと思ったけど、まあ滑るのが本業だし時間ないしなっていう訳をしてやってこなかったので、もうこれは逆に与えられたチャンスだと思って、こうやってスノーボードちょっと以外のことも動画配信をいろいろしていきたいと思っています。何をアップしたいかっていうと、まあもちろんまず横乗りですね、僕がやってる、スノーボード、あと好きなスケートボードスノースケート、あとは僕がスノーボードに出会う前に好きだったことを何かなって振り返った時に、絵を描くこととあと歌を歌うことですね。何か作るのだったり表現することがちっちゃい頃から結構好きだったんですけど、こうそれに気づいてからは、例えばスノーボーダーの時の自分はそんなことしてる時間があったらスノーボードのために練習して体鍛えてって思ったんですけど、今となってはその他の好きなことも含めてやってるので自分っていう風に思えるようになって、例えばここに写ってるこの板のここにあるイオマークとかもこう僕が自分で描いたりしてるんですけど、インスタグラムの方はね結構いろんな方フォローしてくださっててありがとうございます。そっちの方では最近ちょこちょこ、こうそっちの自分のスノーボーダー以外の一面もこう配信してってるんですけど、この YouTube でもそういうのを
アップしていきたいと思っているので、このままぜひ皆さんチェックを引き続きよろしくお願いします。でちょうど目標人数として、まずチャンネル登録者数1000人目指してみたいと思います。現在のチャンネル登録者数が367人、目標まではまだまだありますけど、ぜひぜひこれからチャンネル登録と応援の方引き続きよろしくお願いします。以上アットダンでした。ご視聴ありがとうございました。Peace。